くじり金現代史、我々みたいになるなぁ。わっこい、わっこい。今回はアルバニア共和国についてやっぞ、ほらやっぞ。ネズミ講ってわかるかい？詐欺的な何かというぐらいしか知らないねぇ。詐欺的、というより、詐欺そのものだな。でも、そんなネズミ講に、国民の3分の1が引っかかってしまった国があるんだ。それが今回の主役、東欧に存在する、アルバニア共和国、という国だ。古代ローマ帝国において、アルバニアは輝いていた。アルバニアはイリュリクムと言われる地域の一部であり、ローマから街道も伸びていたし、鉱山なども発掘されて、海岸線には、地中海貿易のための港町も並んでいた。東方に出る際にはこの地域を通る必要があり、コンスタンティノープルが建設されてからは、ローマと結ぶ街道の価値もさらに高まった。イリュリクムから輩出された人物たちが凄まじい。分裂し、絶望的な状況になっていたローマを再度統合し、世界の修復者、と呼ばれたアウレリアヌス帝や、載っていない世界史の教科書など存在しない、ローマ史上最大最強の皇帝ディオクレティアヌス。戦えば無敗、大帝と呼ばれ、世界の歴史を大きく変えてしまった、ミラノ勅令を出したコンスタンティヌス。分裂したローマ帝国を、再び最盛期に近い状態まで回復させ、ローマ法の大編纂を行ったユスティニアヌス。いずれもイリュリクムの出身だ。詳しくは、教科書よりちょっと詳しいローマの歴史、を見てね。まあ、この中で現在のアルバニアにあたる地域出身なのは、ディオクレティアヌス帝ぐらいなんだけどね。アルバニアは、降格降下、東ローマ帝国の領域に入ったので、その後もローマ帝国の一部であった。しかしその後、イスラム勢力が伸長するにつれて、東ローマ帝国は衰退し、アルバニアの地も、14世紀にはオスマン帝国の侵攻を受けることになる。アルバニア民族の英雄スカンデルベクによってオスマン帝国の侵攻を跳ねのけたものの、コンスタンティノープルを陥落させた、オスマン帝国の勢いは止まらず、1478年には、アルバニアもその支配領域に入ることになる。この時代において、アルバニアではキリスト教からイスラム教に改宗する動きが強まり、現在まで続く宗教対立の元となっている。その後、フランス革命の影響を受けて、各地の民族運動が盛んになるにつれ、アルバニア民族もプレズレン連盟を結成、帝国内での自治を目指した。しかしオスマン帝国は時代に逆行し、中央集権化を強行、アルバニアでは独立運動が盛んになる。バルカン戦争の結果、1912年にはオスマン帝国から独立し、ドイツからイルヘルム、II、イートを迎え、アルバニア公国を建国する。しかし一次大戦の混乱に乗じて、各国がアルバニアに介入、特にオーストリアとギリシアの介入が強く、結局アルバニア公はドイツに戻ってしまう。この間、アルバニア公はいるがアルバニアの統治はせず、アルバニアの政局は大混乱、結局一次大戦にドイツが敗北したことにより、アルバニア公国は解体。1925年にはアルバニア共和国が誕生した。さて、このアルバニア共和国だが、建国からわずか3年で崩壊する。早すぎない？大統領に就任した、アフメド・ゾグーという人物が、実に香ばしい奴だったからな。この人物、もともとはオスマン帝国内での有力者の家系出身で、アルバニア公がドイツに帰った後のアルバニア公国で首相になり、政変で一度亡命している。亡命先のユーゴスラヤで支援を受けて、再びアルバニアの政権を奪取すると、1925年に共和国宣言を出し、大統領に就任する。で、その3年後の1928年、ゾグーは憲法を改正して国王となり、アルバニア共和国は滅亡、新たにアルバニア王国が誕生した。このゾグーという男、一概にしくじった、とも言えない人間で、イタリアとの関係を強化して資本を誘致したり、士族制を解体したりなど功績も多い。何せ一次大戦後の世界たるや、日、一日と情勢が変わる。頼みのイタリアではムッソリーニ率いるファシスト党が第一党となり、ゾグーはこれに激しく反発することになる。
1939年、ムッソリーニ率いるイタリアは、アルバニアへの侵攻を開始した。大国の圧力にはかなわず、土偶はギリシアに亡命。アルバニアの王位は、イタリア国王、イットーリオ、エマヌエーレ3世が兼ねることとなり、アルバニアには傀儡政権が置かれることになる。なお、土偶はこの後、各地を転々とするが、結局アルバニアには戻れず、最終的にはパリでその生涯を終えることになった。さて、お隣のユーゴスラヤで、ナチスに対するパルチザン運動が盛んだったのと同様、アルバニアでも、共産主義者による抵抗運動が盛んになった。その中心人物だったのが、エンエル・ホッチャという男だ。イタリアが二次大戦に敗北すると、このホッチャ率いるアルバニア人民共和国が誕生する。その時のアルバニアはバリバリの共産主義国家で、ホッチャはスターリンを崇拝し、正統派のマルクス、レーニン主義路線で行くことを宣言した。この時のヨーロッパは、半分ぐらいが共産主義の国だったと言える。ドイツの隣のポーランド、イタリアの隣のアルバニアが共産化し、1946年には、イギリス首相、チャーチルの有名な鉄のカーテン演説がなされる。ホッチャのスターリンへの崇敬は凄まじく、また国家としても、アルバニアの国家予算の半分はソ連からの援助という状態だった。ところが1953年、ソ連の指導者だったスターリンが死ぬと、風向きが変わった。スターリンの後継者だった、ニキータ、フルシチョフは、堂々とスターリン批判を始めたのだった。ホッチャは激怒した。かの暴落邪地のフルシチョフを除かねばならぬと決意した、かどうかは別として、1961年にはアルバニアはソ連との国交を断絶するに至る。ホッチャのスターリンへの崇敬は度を越していて、1948年には、スターリン主義とは別路線で行くとした、ユーゴスラヤとの国交も断絶している。あくまでも個人崇拝をベースとした共産主義国家を理想形とするホッチャは、あの国への接近を試みる。毛沢東率いる中華人民共和国である。出てくる奴らのキャラが濃すぎる。毛沢東崇拝を国家原理とする中国は、フルシチョフのスターリン批判に批判的であった。ややこしいなぁ。アルバニアはワルシャワ条約機構からも脱退、西側からも東側からも孤立し、アルバニアは中国頼りの政治を行うようになる。さて、ここで困った問題が起きる。困ったことだらけのように見えるが、問題が顕在化するのはずっと後のことになるのだが、この時、中国はアルバニアに大量の武器や兵器を輸出しているんだ。これが後にとんでもないことになる。ホッチャは今度は毛沢東を崇拝し始めた。1967年、毛沢東が始めた文化大革命に触発され、ホッチャはアルバニアの憲法を改正して、アルバニアでのあらゆる宗教活動を禁止した。これによってアルバニア内にある教会やモスクは次々と破壊されることになる。かなり無茶苦茶な政治を行っているホッチャだが、スターリンのような大虐殺は行っておらず、教育を重視した結果識字率は 98% となり、農業を保護した結果、食料の自給も可能となった。ただ、そんなホッチャにとって、天地がひっくり返るような大事件が起こる。ニクソン大統領の訪中だ。ホッチャは悲しんだ。彼は彼の理想とする個人崇拝をしてみようとしたのだが、皆彼を裏切るのである。そこでホッチャが選んだ手段は、引っこもりであった。ホッチャはもう誰も信じなかった。1978年には中国とも断絶。アルバニアは、文字通りの鎖国となったのだ。これは、ホッチャ主義、と呼ばれ、ルーマニアや北朝鮮に対しても、マルクス、レーニン主義に反する、として批判、自国のみが唯一正当な共産主義であると主張。そして1985年、ホッチャは死亡する。あらゆる国の人間が、その葬儀に参加しようとしたが、ホッチャ主義によって全てを拒否、ソ連からの弔電はそのまま突き返されるほどの徹底ぶりであった。ある意味、筋は通っているのかもしれない。さて、アルバニアが大変なのはここからだ。何せずっと鎖国をしていた上に、国の舵取りをする人間がいなくなってしまったのだ。しかも東欧にあれだけあった共産主義国家は次々崩壊し、
ついにはソビエト連邦まで解体してしまう始末。アルバニアはソ連崩壊を受けて共産主義一党独裁を放棄、国名をアルバニア共和国に変え、1992年に行われた総選挙では、民主党が第一党となる。大統領には民主党のサリ、ベリシャが選ばれ、市場経済と外資の導入を行う。その結果、アルバニアの経済は劇的に回復し、マクロ経済指標は東欧でもトップクラスになる。それはすごい。もともと立地は良かったしね。だが、急速に拡大した経済は、至るところで歪みを生じさせた。さて、ここからがこの動画の本編だ。来るのかい？あれが来るのかい？1997年、アルバニアで暴動が起きる。日本では暴動と呼んでいるが、英語ではアルバニアンシビルウォー。つまり戦争と呼んでいる。もともとの原因は、さっきも言った通り、ネズミ講だった。何をどうやったらネズミ講が戦争の原因になるんだよ。無限連鎖講、とも言われるネズミ講は、日本でも天下一家の会をはじめ、億単位の被害を出すようなとんでもないスキームだ。アルバニアで流行ったネズミ講のまずかったところは、国が事実上このネズミ講を支援したことにある。とんでもねえしくじりだ。サリ、ベルシャの下で、アルバニアが経済的に発展できたのには、からくりがあった。一つは武器輸出ビジネス。1991年から、ユーゴスラヤ紛争が起こった。実態は未だ完全には解明されていないが、この際、アルバニアから相当な量の武器が紛争地域に密輸されたと見られている。背後にいたのはおそらく、欧州最悪の犯罪組織と言われるアルバニアンマフィア。リアム・ニーソン主演の96時間をはじめ、グランド、セプト、オートなどのゲーム、各種の創作物などでおなじみの集団だ。その歴史は恐ろしく古く、15世紀頃にまで遡ると言われていて、シシリアン、マフィアと並ぶ、最古の犯罪組織であると言えるだろう。アルバニアで流行ったネズミ講の背後には、やはりこの組織がいたらしい。このネズミ講、国営放送などでもガンガン CM を売っていたらしく、多くの人がこれを信用してしまった。アルバニアは共産主義から資本主義経済に移行したばかりで、国民には当然のように経済や金融の知識などはない。ネズミ講は月利 10% を超えるという謳い文句で、人を集めまくり、最終的に、アルバニアの全人口の約 30% もの人がこれに出資をしていたらしい。3人に1人がネズミ講に引っかかってしまったわけか。国民に知識がないこと以上に、政府の高官や政治家などが、こぞって出資していたのも、このネズミ講が流行ってしまった大きな要因だ。どうやらこのネズミ講の会社と政府の高官は癒着していたらしく、これらの連中は破綻する前に資金を引き上げており、被害はなかったらしい。つまり、政府とマフィアが癒着してたってことか。国民は切れた。暴動は数十万の規模になり、アルバニア国軍を蹴散らして、警察や軍の武器貯蔵庫から武器を奪取した。アルバニアには、かつて中国から輸入した武器が豊富にあったからね、暴動はもはや手のつけられない状態にまで発展する。1997年3月には、サリ、ベリシャ大統領は非常事態宣言を出し、3月28日には、ついに国連軍が結成される事態となる。同年4月15日、イタリア軍を中心とした国連軍は、アルバニアの首都ティラノを監視下に置き、暴動はなんとか収まった。暴動の際には群衆が戦車でもって銀行を打ち壊したり、外務省を襲撃して無記名のパスポートを強奪して、それを売られたりと散々だったようだ。さらに、この時流出した武器のうち、そのほとんどが回収されていないと言われていて、結局、この事件によって、アルバニアンマフィアはより強力になってしまうという結果になってしまった。ネズミ講だけで考えても被害総額は GDP の約4割前後と言われていて、結局国民だけが損をする形となってしまった。一方のアルバニアンマフィアは、この時得た資金をマネーロンダリングし、その資金はリビアなどに流れ、コソ紛争の資金源になってしまったという。さらに、その資金でアルバニアの土地を買い漁り、現在でもアルバニアの政治に大きな影響を及ぼし、国際的なネットワークを構築しているという、
そんな状態でアルバニアは EU の加盟を希望していて、2014年には EU 加盟候補国となっている。その後、なんだかんだ言ってアルバニアの経済は好転し、現在では一人当たりの GDP は1万ドルを超えていて、東欧諸国の中では高い水準にある。その経済発展の裏にはどのようなことがあるのか、それを正確に把握できる者はいない。人はある意味、昔のことよりも、現在のことの方が分かっていない生き物なのかもしれない。といったところで今回の動画は終わりだ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。